優勝戦1号艇滝沢義行選手です。よろしくお願いします。お願いします。今節は予選トップ通過、そして昨日の準優勝戦も逃げてのこの1号艇ということになりました、はい、モーターはいい手応えで今節は戦えていらっしゃいましたか？そうですね、エンジン自体は前走車の西田さんが仕上げてくれてると思うんで、はい、プロペラだけ自分のパターンに持ってそれぐらいですね。あ、はい、そうですか。そのご自身のプロペラのパターンにされて今足というのはどんな雰囲気になっていらっしゃいますか？うん、全体的に上位の一つだと思います。そうですか、はい、特に手応え感じている部分というのはいかがなんでしょうか？まあ、行き足が多分いいと思うんで、まあ、その分勝ててるんだと思います。そうですか、はい、ではスタートもバッチリ決めやすい感じですか？いやでも球がちょっと難しいは難しいですね。はい、まあ、そこもまた特訓になど出てというところなんですかね。そうですね、うん、はい、ターンのかかりなどはいかがですか？まあ、ここ数年の中ではいい方かなとは思います。はい、そうですか。では優勝戦に向けてというのはそこまで大きな作業というのは考えていらっしゃいませんか？そうですね、プロペラの気温とかの微調整でいいかなと思います。はい、わかりました。それでは最後にファンの皆様に優勝戦への意気込みをお願いいたします。はい、精一杯頑張ります。優勝戦2号艇白石毅選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは前走地での24乗制覇、本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、近況はその24乗制覇もありましたけれども、はい、ご自身のリズムとしてはいかがですか？プロペラがしっかり最近合ってきてるんで、リズムはいいと思います。そうですか、はい、その中で今節は54号機との戦いとなりましたけれども、はいはい、今現状仕上がり具合というのはいかがなんでしょうか？最近温水パイプついてから悪いエンジンと聞いてたんですけど、はい、もう全権初日にプロペラ大幅に自分の形に叩いてから、はい、もうプロペラだけでだんだん日増しに良くなってて、はい、まあ、飛び抜けて出てるってことはないんですけど、はい、行き足なんか中心にまとまっていい仕上がりだと思います。うん、ご自身の好みの仕上がりになっていると見てよろしいですか？そういう感じです、はい、体感とか乗り心地はどうですか？その辺もペラの回転がしっかりと合わせることができれば問題ないです。はい、ではじゃあ今日の優勝戦に向けてもその回転を、もう本当にプロペラの微調整だけ集中しようと思ってます。はい、そしてスタートに関してですけれども、今節イメージ通りのスタートになってますか？はい、ほぼ勘通りでいけてます。さあ今日は、ね、2号艇での戦いとなりますけれども、はい、2号艇の印象というのは白石選手いかがですか？2号艇は好きな枠なんで、はい、しっかりとスタートいってしっかりといいレースをしたいと思います。それでは最後にもう一言、優勝戦の意気込みファンの皆様にお願いします。はい、応援してくださる皆様のために気持ちを込めて一生懸命走ります。応援の方お願いいたします。優勝戦3号艇宮野原幸喜選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ昨日の準優勝戦は、はい、トップ争い接戦抜きでの一着ということになりました。はい、まさかの昨日のレースについて振り返っていかがですか？そうですね、前半レース走ってちょっと回転上がってるなと思ったんで、はい、後半合うなと思ってそのまま行ったら全然回ってなくて、はい、ちょっとターンが全然できなかったですね。はい、そうですか。かなり乗りづらかった？そうですね、めちゃくちゃ乗りにくかったです。そうなんですね。はい、合った状態でっていうのはモーターの足の感じはいかがなんですか？調整が合えば手前の、まあ、船の向きとかいいですし、うん、そのからの立ち上がりもいいと思います。はい、じゃあ今日はその回転の調整を、そうですね、もうちょっと上げる方向で行ってみたいです。はい、そしてスタートに関してですけれども、今節スタートご自身のイメージ通りのスタートになってますか？スタートは、はい、勘通りバッチリ行けてます。はい、まあ、昨日ね接戦となりました春人の選手も見つめている中のインタビューですけれども、はい、優勝戦、まあ、地元での優勝戦になりますけれども、はい、思いというのはいかがですか？まあ、そうですね、玉川は優勝したことないのでチャンスがあればしたいなと思います。はい、それでは最後にもう一言ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、優勝目指して一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。優勝戦4号艇春園浩太選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦はトップ争い接戦となりましたけれども、まずはその準優勝戦振り返ってというのはいかがですか？宮野原君がうまかったですね。ただ3周2マークもまた再び迫るような場面もありましたよね。たまたまですかね。あ、そうなんですね。今現状としてはモーターどんな仕上がりになっていらっしゃいますか？普通ぐらいだと思います。どこか特徴などはいかがなんでしょうか？あんまないですね。まあ、出足はちょっといいですね。今日は優勝戦に向けては何かこうどこかを求めていこうとか何か調整などが考えていらっしゃいますか？
まあ乗れたらいいかなって感じです。乗り心地の部分、はい、ここまでその乗り心地の部分というのはいかがですか。ちょっと昨日今日はあんまりやってないです。あ、そうなんですね。じゃあそのあたりは調整が必要かなという感じですかね、はい、そしてスタートに関してはご自身のイメージ通りのスタートにはなっていらっしゃいますか。そうですね、はい、わかりました。それでは優勝戦に向けてファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、頑張ります。優勝戦5号艇吉田雄平選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今節は多摩川初出場となりましたけれども、ここまで走られた多摩川の印象いかがですか。そうですね、清水面ですしすごく乗りやすくて大好きです。あ、そうですか、はい、そして、今節は55号機ということですけれども、現状このモーター仕上がり具合というのはいかがなんでしょうか。そうですね、昨日の準優勝戦の中だったら少し分がいいかなと思うんですけど、はい、まあ、そんなに出てく足もないんで、中堅上位かなっていう感じには思います。その分がいいなと思う部分はどのあたりですか。中間速のところ、手前のところの回転がの上がりが早い感じがするんで、レースがしやすいですね。人よりちょっと雰囲気良さそうかなっては思います。そうですか。となるとじゃあスタートなどもしやすい感じですか。そうですね、スタートしやすいんですけど、はい、ちょっと速くなる時があるって聞いてきたんで、ちょっと慎重にはなってました、はい。今日は優勝戦に向けては何か調整はどんなこと考えていらっしゃいますか。そうですね、プロペラをの回転ちょっと合わすぐらいで多分いい船足が来ると思うんで、はい、そこだけで合わせれるように頑張ります。はい、そしてちょっとコメントで拝見したんですけれども、今日は5号艇ということで、はい、5コースがお好きだそうですね。なんか最近調子がいいですね、はい、5号艇大好きです、はい、そうですか。じゃあ今日も同じ5号艇ということですけれどもね、はい、楽しみがありそうですね。そうですね、はい、相性はいいと思います。はい、それでは最後にファンの皆様に優勝戦への意気込みをお願いいたします。はい、優勝を目指して精一杯走ります。応援よろしくお願いします。優勝戦6号艇金子はじめ選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦は内を指してということでしたけれども、はい、昨日準優勝戦の戦い振り返ってというのはいかがでしたか。なんかずっと伸び寄りだったんですけど、はい、昨日は割と出足の方もなんか良さそうな感じになったんで、はい、良かったと思います。あ、そうですか、はい、いい伸びに加えて出足も来たという感じなんですか。バランス取れたって感じですかね。あ、そうですか、はい、今日は6号艇という枠ですけれども、はい、何かこうどちらかに寄せてっていうのは何か考えはありますか。いや、特にはそんなには考えてないです。まあ昨日のいい状態キープできれば、まああわよくばちょっと上積みできればぐらいです。あ、そうですか、はい、作業としてはプロペラの作業になりますか。あ、まあそれぐらいだと思います。そしてスタートに関しては今節イメージ通りのスタートにはなってらっしゃいますか。なんか早かったり遅かったりなんで、まあ、正直バチッといってる感じではないですね。ちょっとコワゴワです。はい、じゃあそこをまた特訓でも掴みたいところでありますね。はい、そうですね。朝は試運転にも出ていらっしゃいましたけれども、はい、朝乗られた感じはいかがでしたか。あ、もう全然問題ないと思います。はい、わかりました。それでは最後に優勝戦に向けてファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、冷静かつアグレッシブに優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。